武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。お茶の水本校清水です。清水先生、はい、今回社会、日本史とか世界史をテーマに話したいなと思うんですけども、はい、武田塾の生徒もこう社会のインプットが今の時期終わりつつありますよね。そうですね、一通りで、ね、はい、その覚えた後それをもとにアウトプットする時期になってると思うんですよ、うん、インプットまだの人はインプット頑張ってくださいね、はい、でアウトプットに入ってる子向けの正しいアウトプットの勉強法について今日は話したいなと思ってます、はい、うん、はい、新しいルートの方だと日本史用語2レベル定着トレーニングでインプットをして1から鍛える日本史問題集必修編でアウトプットすると、うん、はい、で過去のルートだと、まあ、スピマスとかで覚えてセンター試験の道とかでアウトプットする、はい、うん、そんなイメージの、位置づけだと思ってください。でこのアウトプットの時の正しい勉強法としては、自分の足りないところを見つけてインプットの本に戻って復習するっていうのがめちゃめちゃ大事ですよね、うん、清水先生、今まで見てきた生徒で、はい、間違えたアウトプットの勉強をしてる子ってどんな例がありますか？まあ、一番多いのはその演習系の問題集とか過去問とかで、うん、解きました、間違えました、うん、解説読みました、あはい、じゃあ次解こうっていうのが一番ミスってるパターンだと思います、ね、うんうん、そうですね、まあ、復習しないということですよね、はい、そうです、まあ、解説しか見てない、解説しか見てない、そういうことですよね、はい、うん、で次多いのがアウトプットの問題集を頑張って仕上げちゃうことがいません、はいはい、そうですね、うん、で大事なのはさっき言ったようにインプットに戻ることなんですよ、うん、でアウトプットの目的って何かっていうと、はい、最初のインプットではどんな問題の出され方をするかがわからないわけじゃないですか、はい、だからそこで覚えたことが実際使えるのかと、実際の問題の出方はどういう出方をするのかを知ってほしいからアウトプットをするんですよね。そうですね。で最終的にはインプットがもう 100% 完璧だったら別にアウトプットいらないわけですよ。そうですね、実際の試験で点数取れる。確かに。ただみんなインプットの仕方を間違えてたり、はい、ちゃんと覚えきれてなかったり、はい、インプットに甘い部分があるからアウトプットして、うん、そのインプットの甘さに気づいてほしいんですね。そうですよね。もうインプットだけで完璧にその一冊を仕上げてなかなか難しいですから、うんうんうん、アウトプットをして、うん、逆にどこがまだ抜けがあるのかっていうのを見つけていくっていうのはプロセスは絶対そのインプットに戻る時も必要ってことですね、うん、はい、はい、でこれは受験を終えた社会の選択者なら分かってくれると思うんですけど、はい、そうですね、実際ここ聞かれるんだみたいな、はい、最初のインプットの時はノーマークだった箇所が急に出た問題出てありますね。こういうのも聞かれるからここ覚えとかなきゃいけないんだっていう新発見ってあると思うんですよ、うん、めちゃくちゃありますね。清水先生、例えばどういうことにびっくりしたの？はい、まあ、僕が受験生だった時は、うん、日本史だからあんま正直地図ってそこまで意識してなかったのに、はいはいはい、センター試験でなんか地図の場所俺どこみたいな感じになったりとか、うん、あとやっぱ文化史とかは結構あそこ聞くかみたいなところは多かったイメージがありますね、うん、そうそうですね、はい、まあ、今年共通テストに変わりますけど、うん、センター試験って政治とか外交が結構ね、はい、歴史のメインテーマやったりするんですけど、そうですよね、そうじゃなくて社会聞いたりとかそうですよ、人々の生活を聞いたりとか、はい、文化を聞いたりとか、はい、意外と政治外交の日本史の表舞台、みんなが知ってるような日本史以外の部分からも結構聞かれるんですよね、はいはい、道具とか聞いてきますからね。そうそうなんです、江戸時代のね、はい、道具とか聞かれるんで、実際の聞かれ方をアウトプットの演習を通して知ってほしいっていうのと、うん、そうですね、自分のインプットの甘さをアウトプットを通して知ってほしいっていうのがあるんで、はい、それを含めて最終的にはインプットを完璧にしましょう、うんうん、そこが、社会の勉強のコツかなと思いますね。正しいアウトプット方法を覚えて日本史や世界史、社会の勉強を、成績上げていってほしいなと思います、はいはい、正しいアウトプットで乗り越えましょうね、うん、今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん、武田塾高松校の動画、概要欄から見てください。